皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。超初心者向けラウドネスのクレイジードクターを一緒に練習しちゃおうぜコーナー始まるよ。うわー楽しみだね。突然のラウドネス、一昔二昔前の曲だから今の若い方皆さんご存知ないかもしれないんですけれども、世界規模で見ると本当も日本有数、日本一と言っても過言じゃないぐらいにめちゃめちゃ有名なリフなんですよ。そのぐらいもう世界的に売れた曲なんですよ。でハードロックとかメタルとかで聞くと、初心者の方は特になんか難しそうとか、なんか私にはできないみたいな感じで敬遠してしまう気持ちもわからなくはないんですが、このクレイジードクターという曲はですね、初心者の人こそぜひ練習してほしい曲なんです。ブリッジメントだったりパワーコードだったりとか、あとこのピッキング力ですか、こういったものを鍛えるのにね、もううってつけの曲なので、苦手意識をすっ飛ばしてもう頑張って一緒に練習していただけたら幸いでございます。ギターを持っていただいて、できればアンプにつないで歪ませた状態で一緒に練習していきましょう。きっとできる。頑張りましょう。おや、超初心者向けということなので結構細かく説明していきます。もしかしたら皆様の中には、おいおい滝沢そんなことは説明しなくてもいいよみたいなことはあるかもしれないんですけれども、まあ基礎をね見直すとか再確認するような気持ちで、一緒にやっていただけたら嬉しいです。ではでは、この一本目の動画ではリフの部分を練習していきます。まず弾いてみます。これが一本目の動画のゴールです。弾いてみましょう。いやー、なんか時代を感じますね。いいですね。こんな感じのもう80年代溢れる曲でございますよ。練習していきましょう。まずブリッジミュートで6弦の開放を弾くんですけども、こんな感じ弾いてみましょうか。アンプに繋いだ方がいいですけど、アンプなければ生音でも OK でございます。6弦の開放をブン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 とダウンピッキングを続けるんですけれども、ブリッジミュートしながら弾いていきましょう。小指のこの付け根の先の部分のこの膨らみのところを弦の上に置いて、ちょっとずつこの振動を抑えながらダウンピッキングをするわけでございます。で、この位置によって音が変わるんだけれども、ちょっとこの音をね、よく聞いててください。ブリッジミートしてない音。なんか、ジャー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 って感じじゃないですか。で、この指をちょっとずつこうね、弦の上に置いて、ちょっとこの鼻が詰まってたズン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 って、ちょっとこのエッジの効いたソリッドな、なんか重みのあるかっこいい音がしてきましたね。この辺すごくいい感じです。でもこれを行き過ぎるとなんかスカスカになっちゃいましたね。こんな感じで小指の先のこの膨らみの部分で弦の振動を止めながら弾いていくんだけども、止めなさすぎても意味がないし、止めすぎてもスカスカになってしまうんですよ。で、この位置なんだけど、何センチとかね、ピックアップのどこの部分とかってそういう覚え方ではなくて、音を聞きながら調整をしてほしいんです。自分の音をよく聞きながら、最初はこう、ジャー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 って上がって、こういうとするじゃないですか。こんな感じで自分の音をよく聞いて、どの辺だったらなんかこうね、ジャー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 がズン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 みたいな力強い音をするかなみたいな感じで確認をしながら弾いていってください。そんな感じで基本的に耳で判断をするっていう癖をつけていくと良いかなと思います。で、この6弦のブリッジミートをまず2回ブンブンと弾きます。ブンブン。で、その後にパワーコードを弾きましょう。人差し指が5弦の9フレット。そして小指が4弦の9フレット。人差し指が5弦の7フレットで、小指が4弦の9フレット。で、この2本をピックで狙って弾いていきます。ブン。で、この時はブリッジミュートしません。ブリッジミュートした状態で2つ、ブンブンといって、じゃーん。こんな感じ。ブリッジミュートしっぱなしになっちゃって、になっちゃったりとか、逆にブリッジミュートしなさすぎて、と
とかにならないように気をつけてください。ズンとするとかしっかりズンとする、そしてジャーといくときはしっかりジャーといく、このメリハリです。ズンとジャーのメリハリがしっかりつけばしっかりつくほどかっこよくなるんですけども、このメリハリがないとすごいこのだらけだな、かっこ悪い感じになってしまうんですよ。しっかりとメリハリを意識していきましょう。ブリッジメイトに関して2つ、ちょっとポイント押さえるべきコツを覚えておいてくださいませ。ブリッジメイト、まず1つ目はこの手全体を動かさないということです。極端に悪くやるとこういうこと、こうやってしまうとこの皮膚が弦を擦る音が入ってしまうのと単純に痛いって話なので、手は動かさずにこの膨らみの部分はくっつけたままです。くっつけたままで指先、親指、人差し指、そして手首を使ってブン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 とピッキングをしていくと、こんな意識をしてください。これが押さえておきたいポイント1。ポイント2に関してはこのブリッジメイトしている手を押さえつけすぎないということ。この腕をグッと奥に押さえつけてはいけないんです。ほんとね、乗せてるだけ、触れてるだけ。悪くやるとこんな感じ、なんか音程変わっちゃってますよね。なんかあとなんかあまりかっこよくないというか、なんかカスカスしちゃって、なんかあまりかっこいい感じじゃないじゃないですか。こうではなくて触れてるだけで、でなおかつ動かさずに、で2つ、ズンズンといったらジャーン、ズンズンジャーン、弾いていくと。でこんな感じで僕はすごい簡単にやってますけども、実際やってみるとえむずくねってなると思います。そんなもんでございます。最初はなかなかメリハリよく、なんかメリハリついてかっこよくできないもんでございますわ。けど自分の音をよく聞いて、僕と同じような感じでズンズンビャーン、ズンズンビャーンって音が出てるかなってことを確認しながら練習してみてください。おいおいです、今すぐではできないです。今すぐは無理です。1週間2週間じゃできないです。もう根気よく練習を繰り返していきましょう。でフレーズに行きまして、まずこのズンズンバーっていうフレーズがあるじゃないですか。このズンズンバーを3回弾きます。ワン、ニーバー、ツー、ニーバー、スリー、ニーバー、ワン、ニーバー、ニー、ニーバー、サン、ニーバー、連続して弾きます。ワン、ニーバー、ツー、ニーバー、サン、ニーバーじゃなくて、ワン、ニーバー、ツー、ニーバー、サン、ニーバーです。ワン、ニーバー、ツー、ニーバー、サン、ニーバーと言ったら、次は3回ブリッジメイトします。グングングン、ワン、ニーバー、ツー、ニーバー、サン、ニーバー、グングングン、グングングン、これがひとまとまり。ワン、ニーバー、ツー、ニーバー、サン、ニーバー、グングングン。でその次単音入きます。こんな感じの中指で予言の5フレットいきます。で人差し指で予言の4フレット、5フレット、4フレット、で小指で5弦の7フレットいきます。遠いんですけども、で人差し指で5弦5フレット、こんな感じ。この時のコツとしては、指がそれぞれのポジションにスタンバっておくということ。極端に悪くやるとこういう感じ。中指がブーンと最初に5フレットを押さえた時点で、もう人差し指も小指もすでにそれぞれ4フレット、7フレットを押さえる準備ができてるんですよ。でもそうじゃなくて、なんか小指がここにあったりとかして、5、4といった時に、小指がここにあったらさ、もう7フレットまで遠いからさ、急がなきゃいけないじゃないですか。けどこうではなくて、もう最初の時点で人差し指が4フレット、中指が5フレット、小指が7フレットの時点にすでにある状態。もうここから指を落とすだけで、運指ができるよっていう状態を目指してみてください。これもね、めちゃめちゃむずい。でもちょっと意識をしてやってみてください。指がこう狭まらないように、そしてこの人差し指とか片方に寄らないように、全体的にこのふわっと指をこの柔らかくしてスタンバっておいて、ブンブンビンブンとやっていくと。こんな意識を。してみてください。でその次にまた人差し指をこのままで小指を付け足してパワーコードを弾いていきます。パワーコード今まで押さえたことある方の中で、あれ教則本とかなんか今までこの動画とかで薬指で押さえてね、押さえてくれとかって言ってたけど、なんか小指で弾くの、え、なんか違和感あるんだけどっていう方もね、少なからずいらっしゃるかと思うんですが、僕はねもうめちゃめちゃ小指推奨派です。薬指でも別にいいんですけれども、小指でも構わないと。特にそのこだわりとか
小指は絶対に嫌だっていう拒否する理由がなかったら小指でパワーコードを押さえることを強くお勧めします。これはクレイジードクターに限らずどの曲においても小指をすごくお勧めするのでよかったら小指で押さえてチェケラッチョって感じでございます。 I want you to do this one one いらねえか、まあ、そんな感じでございます。ベン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 って小指でパワーコード弾く。で、小指でパワーコード弾いた後に、このまま、この5弦と4弦の音をブリッジミュートして弾いていきます。じゃんずん。こんな感じ。しっかりメリハリを聞かせていきましょう。なかなかメリハリうまくつかないぜという方は結構多いと思うんで、最後にちょっとおまけでね、そのメリハリをつけるコツみたいなお話をさせていただこうと思うので、とりあえず今は一旦手順を覚えること。これを意識してください。うまくできなくていいです。どうやって弾けばいいのか、手順を覚える。一回ビャーっと弾いたら、二回ズンズンします。じゃあ、ズンズン。で、これをビャーズーズ、ビャーズーズ、ビャーズーズ、また3回いきます。ワンイズ、サンイズ、サンイズ、ワンイズ、ツーイズ、サンイズ。でも最後のサンイズの後にもう一個ブリッジミート入れます。ちょっと一個増量します。ワンイズ、ニーイズ、サンイズ、ツー。ワンイズ、ツーイズ、サンイズ、ズ。で、この後に中指から、また5、4、同じです。タラレレの時の5、4、一緒です。といったら次は中指でこのまま5弦の5フレットいきます。こっちの方が楽ちんですね。5-4-5-4 4弦から5弦に弦を移していきます。5-4-5-4 どうでしょう。ここまでつなげるとこんな感じ。 こんな感じでございます。うまくできたら次に、うまくできなくてよくわかんないぜって方いらっしゃいましたらビデオを巻き戻してわかんないところを何回も何回も確認をしてみてください。それでは後半の方行ってみましょう。後半こんな感じです。行ってみましょう。まず今ベー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 で5、4、5、4でこの5弦の4フレットで人差し指が終わってるじゃないですか。これに中指で4弦の5フレットを足します。4弦の5フレット、そしてアルペジオといって一本一本弦を弾いていく奏法をします。5、4、3、2、3弦、5、4、3、2、3。このアルペジオをするときのコツなんですけども、右手のピッキングを小さくするってことです。毎回毎回弾くときにさ、そのね、大きくキャッチやってると、そのね、ピックがもうどこにあるのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。なんで、できるだけ小さく、5-4-3-2-3、5-4-3-2-3っていうね、ちっちゃいピッキング、小回りを効かせるピッキングを心がけてください。で、この時に多くの方は右手を見ちゃうんですけども、目視で右手を、5弦、3弦、はい、ごちごちごち。って見ちゃうんだけども、目視 NG です。目視禁止。見ちゃダメです。右手見ちゃダメ。レフティの方は左手見ちゃダメ。ピッキングする手、ダメ。なんでかっていうと、目視してしまうと、目で確認する癖がついてしまうんですよ。そうじゃなくて、もうね、勘です。平たく言うと。ピックはこの辺にあるに違いねえ。感じでこのね補助輪なしで走ってほしいんです。どうしてもやっぱね目で見ると目でこう確認してしまって目に頼ってしまうから手がこの辺にあるのかなって思ってしまうから、もう補助輪使わずに全力で何回もトライしていくと。でもギターのいいところはね、失敗しても怪我しないし痛くないっていうところでございます。別に骨折とかしないしね、病気とかするわけじゃないんで、どんどん間違えていきましょう。むしろ間違えた分だけ上手くなるので、あーもうまた間違えた、もう嫌になっちゃうわじゃなくって、やったまた間違えられたよ最高だよみたいな感じで、もう間違えたら間違えただけ上手くなるんで、間違えたらラッキーぐらいの気持ちで、やった間違えた羨ましい話ですよ。僕ってもうね、なんか嫌味を言うわけじゃないですけど、だってこんなに100回弾いても100回間違えないですもん、本当に。なんか間違えられる方が逆に羨ましいかもしれません。なんか本当に。
はぁ、間違いよ。僕も間違いたいな。何の話だっけ？違う。間違いはいいことだよってことです。羨ましいぜ、みんなが。そんな感じです。で、これをリズムつけて弾いていきます。5、4、3、2、3を、ずっとトンタンタン、5、4、3、2、3、5、4、3、2、3、5、4、3、2、3。ちょっとわかりやすく、ブリッジメイトして弾いてみます。一緒に弾いてみましょう。1、2、3、4、5、4、3、2、3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 、5、4、3、
こさん。どうでしょう、できますか、右手は見ちゃダメ、右手を見ずに噛んで、間違えたらラッキー、やった、ガッツポーズだ、やった、この間違いが私の血となり肉となり未来につながるんだね。そう、間違えない人間、失敗しない人間なんてこの世の中にはいないんだよ、わかるかい、それが生きるってことさ、それが世界ってことさ、さあ共に生きよう、そして羽ばたこうこの世界を、でその次この5432が終わったら人差し指が3フレットに下がります。5弦の3フレットですね。でこの人差し指プラス小指でパワーコードの位置、4弦の5フレットに小指を持っていきましょう。で右手の手順はさっきと全く一緒、5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3。やったねブラザー、やったよブラザー、これでまた間違えることができるのさ、最高さ、間違い最高だよ、間違い、 Love you、 I love 間違い、 I love mistake、 I can live without 間違い、 No 間違い、 No life。つなげていきましょう。人差し指と中指でブン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 っていう感じです。ブン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 。あとは頑張れ。そのその後にって感じでいきます。また最初にやったズズジャですね。ワンニジャ、ニニジャ、サンニ。ワンニジャ、ニニジャ、サンニ。3回繰り返すんだけども、ちょっとね、個数が間に合わなくて、3回目はそうね、ジャまでいけないんだけど、ワン、ニ、ジャ、ニ、ニ、ジャ、サン、ニ。ワン、ニ、ジャ、ニ、ニ、ジャ、サン、ニ。ここまでが、一小節。で、最後に、パワーコード横にずらしていきます。7級から、2、4に行って、で、その次、こっちに来て、3、5。で、人差し指と小指が1個ずつ弦上に上がります。こういう時はね、人差し指を見ていくといいです。両方ともその7、9、2、4、3、5、3、5っていうのを見ていくと大変なんで、形をバッと決めちゃったら、人差し指を注目していきましょう。人差し指に注目していきましょう。7フレットから2フレットに行って、3フレットに行って上に行く。7から2、3。こんな感じです、後半のところ行ってみましょう。こんな感じです。これがそのリフの後半部分でございます。どうだったでしょうか。またわからないところとかね、確認したいところがあったらちょっと巻き戻しをしてみてください。で、これをそのガッチャコンってするんだけども、ガッチャコンってするときにね、ちょっと一箇所だけね、リズムを変えます。どこの箇所かっていうと、アルペジオするところの頭のところ、ちょっと弾いてみるね。こんな感じ。このね、5454でででで、後にででで54323543232って弾いてた5を運に置き換えます。5454運43235433って感じ。54541432354321234こんな感じです。そこのリズムが運に置き換わるので、ちょっと要注意という感じです。では最後にゆっくり4回しぐらい一緒に弾いてみましょう。もしできるようだったら一緒にやってみてください。もうちょっと確認させてくれという方はね、ちょっと巻き戻して確認してから、こっから
一緒に練習していきましょう。アンカー打っとくので、把握できたら僕と一緒にゆっくり弾いてみましょう。いきます。それでは、レッツトライダー4回回していくぜ。ワン、ツー、スリー、フォおめでとうございますできたかなどうかなまあこんな感じです。何度も言うだけどね、そのメリハリをつけることがとにかく大事なんだけども、これがとにかく難しいでございます。自分の音をよーく聞いて、よーく聞いて、かっこいい音が鳴ってるかなと、もう僕と同じ音が鳴ってるかなってことをね、確認しながら、弾いてみてください。うまく判断できないよっていう場合はね、録音とか録画とかしてみるのもいいかと思います。スマートフォン一つパンと置いて、それにこう向かってのこう弾いてみると、でこの客観的に見てみると、ブリッジ見るとこの時はうまくできてないなとか、なんかブラッシングっぽくなっちゃってるなみたいな感じで、いろいろと思うことがあると思いますので、そのチェックをしてやってみてください。でここまででうまくできたっていう方は、まあこれで OK なんですけれども、ちょっとおまけで、このブリッジミュートとブリッジミュートしない音を、この綺麗に引き分けるコツ、メリハリをつけるコツみたいなのをちょっと最後にお話をさせていただこうと思います。6弦の開放で練習していきましょう。6弦の開放を4回ブン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 と弾く中で、3回目だけ開放にしてください。ズンズンガーズン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 、こんな感じ。どうぞ。ってことなんだけれども、この3の時にそのまあオープンジャーって音を出すわけなんですけども、ブリッジミュートしてる音としてない音の違いって何かっていうと、この皮膚が触れてるか触れてないかなわけじゃないですか。でこの皮膚が触れてるか触れてないかっていう話はね、本当ね、めちゃめちゃこのビビたる差なんですよ。すんごいこのね、この弦から皮膚が1ミリ浮いてれば OK なんですけど、うまくいかない方の多くはこれね、すごいね、動きを多くしちゃうんですよ。極端に悪くやるととか、もしくは逆にそのね、動けてない。こんな感じで、結局ここね、皮膚がくっつけたまま、もしくはその大きく離れてしまう、この2つのどっちかだと思うので、コンパクトにちっちゃく、ブンブンギャーズン、ズンズンギャーズン、ズンズンギャーズン。このね、弦から1センチ離れればいいんです。こんな感じでちっちゃく動かすというイメージを持って練習してみてください。でパワーコードを弾く前に、こんな感じで6弦の開放を、って感じで弾いていくと、これねマジでめちゃめちゃダウンピッキングの練習になるんですよ。こうね、ブリッジメイトをしてるとき、こう手動かせないからさ、この指先を使わなきゃいけないわけじゃないですか。このね、指先を使わなければいけないっていうのがね、めちゃくちゃ練習になるんです。今後、その、なんだろうな、ダウンピッキングだけじゃなくて、こうね、オールダウンピッキング、アウピッキングも使うような、その、ハイ引きとかするときに来たとするじゃないですか。まあ、カッティングとか何でもそうなんだけど、ストロークとか。そういったときに、この指先が使えるか使えないかってね、すごい重要なんですよ。なので、ね、このね、ダウンピッキングでね、このね、ブリッジメイト、しっかりできるようになっていくと、ダウンピッキングのね、このスキルがめちゃくちゃ向上するから、この先にどんなフレーズが来てもね、結構柔らかくね、ピッキングをね、この応用させることができます。マジですごいお得
お得ためになる、役に立つフレーズだと思いますので、ぜひとも頑張って練習してみてください。で、余裕なんか出てきたら、まあ、テンポアップをして、いい音が出るように、まあ、頑張って練習すると。という感じでございます。で、もう一個、最後のこのおまけ話は随分難易度が高い話なので、余裕がなかったらやんなくていいです。もし、ここまでで余裕があるよっていう方いらっしゃったら、ちょっとやってみてください。それは何かというと、パワーコードのフォームです。パワーコード、最初このズンズンピアの時に5弦と4弦を弾いてたんですけれども、人差し指でこの5弦の7フレット、小指で4弦の9フレットを押さえているわけじゃないですか。この時に人差し指の先っぽが6弦に軽く触れて、で、なおかつこの使ってない中指が6弦に軽く触れて、6弦の音をミュートするんです。で、これはこのクレイジードクターに限らず何の曲でもそう、パワーコードが出てくる曲ね、もう大体これ、常にこれ、いつでもこれ。このね、押さえるべきところは押さえておいて、鳴らさないところはしっかりこのね、音を消すと。なので、最初のね、このズンズンというとき、まあ、6弦の音がこうね、ベンベンってなってるじゃないですか。で、この6弦の音を、パワーコードを押さえた瞬間に、シャットアウトするんですよ。こんな感じで。このシャットアウトができないと、ちょっとこうなんかだらしない感じはしませんか？それよりもなんかそういうこのね、シャットアウトできてる方がなんかめちゃめちゃタイトに聞こえますよね。こんな感じで人差し指の先っぽ、そして使ってない中指を使ってミュートをするなんていう練習もしてみてください。これはね、本当にもう手の癖なんで、もうパワーコードといったらね、これっていう形っていうもう癖だからさ、もう最初の段階でもね、癖づけて、もうパワーコードはこういうもんっていう感じで手に覚え込ませておくと、もうこれからね、もうどんなフレーズを弾いても、どんな曲を弾いてもね、すぐにこれがパッと出てくるようになるので、まあ早い段階から練習しておくとお得かなと思います。ちょっと難しいんだけども、そんな意識もしてみてください。パワーコード。こんな感じです。で、最後のまたおまけ話、おまけたくさんなって感じなんですけども、大体の初心者の方がね、このね、ブリッジミュートがうまくできなくて、みんなこうね、全部ブリッジミュートしっぱなしになってしまうんですよ。こうならないように気をつけてくださいませ。で、すごくよくあるのが、あのね、ブラッシングになるもそうなんだけど、こんな感じで、このね、弦の引き分けができてないっていうパターンね、すごく多いんです。もしかしたらギクッとなってるかもしれません。6弦を弾くときは、もちろんピッキングを6弦で行います。で、2本弾くときは、もちろんピッキングを5弦、4弦で、バーンって弾くわけなんですけれども、これが全部一緒くたになっちゃって、こんな感じになっちゃってる人いませんか？こんな感じで、自分がギターを弾いている姿を録画してみて、よーく観察してみてくださいませ。ピッキング、ちゃんとしなきゃいけないところでピッキングしてるかなと。こうじゃなくて、みたいな感じのカッティングのフレーズになっていいかなと、いうことを気をつけながら練習してみてください。そうすると、みたいなことができるようになると思います。で、頑張って練習していただけると幸いでございます。そんな感じでございます。ではでは、ちょっとおまけもね、たくさんになりましたけれども、いかがだったでしょうか。わかんないところ、できないところは何回も何回も繰り返して練習をしてみてください。で、この1本目の動画ではリフのところをやりましたけれども、2本目の動画では、A メロのところと B メロのところをやっていこうかと思います。余裕があれば、ガッツがあれば、体力があればまた次の動画に進んでみてください。それではだいぶ長くなりましたけど、最後までお疲れ様でございました。練習頑張りました。えらい。そんな調子でまたこれからも明日からも頑張って練習していきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。グッバイの前に、私滝沢勝成、 YouTube メンバーシップなるジャワ会なるものをやっております。まあなんかこのファンクラブというか、オンラインサロンというか、なんていうんだかな、なんか謎のコミュニティです。まあ月額500円ぐらいなんですけれどもね、その所属していただくと、なんかツイッターとか主にやってるんだけども、なんかこう僕にその質問とかもね、気軽にできるし、みんなにこうコミュニケーションとかも取れるし、結構その演奏動画とかをね、その投稿し合って、まあそのね、褒め合うというか、なんていうか、なんかこうどうよみたいな感じで、いいじゃんいいじゃんみたいなやったりとかね、なんかこのアドバイスし合ったりとか、そういったこともしてますし、僕も結構ね、そういう動画とか結構見てるので、なんかね、村の方、そのツイッターの方に、
上げてくだされば、結構いろんな人が見てくれて、僕も見たりとかして、結構面白いことができると思うので、もしよければ、YouTube メンバーシップジャワ会の方もご加入検討いただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。それでは何かまたわからないこと、聞きたいことありましたら、バシバシとコメントしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら、グッバイ。